はい、皆さんこんにちは。いつも視聴いただきありがとうございます。先日からこの小屋を作ってまして、今回はついに屋根を張っていきたいと思います。ではよろしくお願いします。屋根の材料なんですけど、今回はガルバリウムの波板を選択しました。いろいろ考えたんですけどね、まあこちらを選んだ理由としては、まず一つは、安いんですよね。1枚1500円もしないのかな。加えて耐久性がすごい高いんですよね。まあ、10年20年持ちますよということです。加えてこれ国産みたいなんですよね、珍しく。はい、だからまあ無駄なね、物流コストとかないのかなと。まあ今小屋作ってるんですけど、結構海外の材も使ってたりして、まあもちろん国産の杉とかもあるんですけど、まあ国産でいけるんだったらね、そっちの方が無駄もないですし、まあいいかなというところで今回この板を選択しました。まあ当然ですけど屋根張ったことないんで、今回が初のトライになります。はい、ではまずこれをですね、屋根の上に乗っける作業があります。今日ちょっとね、風が強いんで、まあ風が強いから危ないってことないと思うんですけど、まあちょっと気をつけてやっていきたいと思います。今から12枚の波板を上げていきたいと思います。どうやったかな。よいしょ。屋根の上はこんな感じですね。久々に登ったんでちょっと怖いですね。風も強いですし、まあ慣れてくるとは思うんですけど、10センチですね。10センチだけ出したいと思ってます。あんまり出すと煽られるんだな。まずこっちだな。まあここも10センチだけ出そうと思います。端っこはここに打って、ここがかかればっていう感じですかね。10センチ。ちょっと一回これで下に行ってみたいと思います。大丈夫そうですね。うん、でこっちの出っ張り具合は10センチ、うん、いいんじゃないでしょうか。これちょっとね、はみ出るようにしてるんですね。ここはみ出るようにしてて、はみ出ることでここに雨が当たらないように考えてます。うわ、風が強くて、よりによって。さて、ちょっと初めてやるんで、こうやってみようかな。下穴を開けてみます。さて、いいんじゃないでしょうか。この辺かな。よし、2枚目ですね。まずちょっとこっちをやってから次そっちやりたいと思います。初めての重ねですね。一応山3つ重ねてます。大丈夫かな。ここかな。よいしょ。こんな感じで2枚貼れました。
ちょっとこっちの方をね、やってみたいと思います。はい、下から見るとこんな感じですね。もうちょっとこっちでもいいかな。うん、これいいかな。そんで、こっちのはみ出しは、ここのはみ出しをどうするかですね。まあ、ほんのちょっとかな。あんまり出っ張ると飛んでっちゃうんで、はみ出しですけど、6センチですね。あんまり出すとちょっとね、風が怖いので。こんな感じで屋根が張れました。ガリバリウムの屋根が完成しました。まあこんな感じで約3センチほどここは出してます。これぐらいですね。こちらの方は6センチぐらい出します。ちょっと風が心配ですけど、まあ様子見てって感じですかね。後ろの方はこんな感じでちょっと長めに出してます。まあ、水がねここから落ちてくるはずなんで。うわ、長さちょっと違うな。見た目が悪い。まあいいか。まあ将来的にはここに降った雨水を集めて、なんかね、タンクをこの辺に置いて、このタンクからこう水をあげれるようにしたいなと。まあ近くに小川流れてるんですけどね。まあなんかできるだけ楽に水を取れるようにしたいなっていう。はい、こんな感じで少し余らしてます。これでちょっとね、この雨水をうまくこなせればいいんですけど、見てください、ガリバリウムの屋根が完成しました。こんな感じで屋根がつきました。これで雨が降っても大丈夫ですね。あとはまあちょっとね、細かいとこいろいろあるんで、これからそれは仕上げていきたいと思います。はい、というところで今日風が強くて寒くて大変でしたけど、今回は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。